最終的に終わればいいのかもしれない、ね、いやもう素晴らしい形で終わったじゃないですか、はい、さあロスタイムに入った、ロスタイムは1分だ、さあ勝利はもう間違いない、あとは最高の形で最後まで闘志を見せて終わりたい日本代表。ボールをつないでいく、なんとこの強豪と言われましたベネズエラ A 代表に対して4対0のリード、大久保嘉人、平山翔太、高松、そして最後は田中達也、フォワードが全て結果を出しました。さあサポーターも本当にたまらない一日になりました。タッボールを返します。振り返れば男子は3月、女子は4月、この国立でアジアの壁を乗り越えた、その国立でアテネオリンピック最終走行試合、日本4対0、完璧な結果を残して旅立つことになりました。さあこの後はテレビをご覧の皆さんも最後まで一緒に男女オリンピック代表を送り出しましょう。なんと小泉総理と共にアテネオリンピックに向けた走行セレモニーが行われます。見届けてください。山本監督もこの表情です。さあ日本チーム勝利チームにはキリンビール荒牧浩一郎代表取締役社長よりキリンチャレンジカップと副賞としてキリン製品1年分が贈られます。最高の形で最高のメンバーが鶴城さん、はい、結果を出しました。いや、 やっぱりね、間に合う選手が間に合ってね、最後に結果出してよかったと思います。はい、山本監督はどんな表情でこれを見つめていたんでしょうか。早く放送席、放送席、はい、平山翔太選手に来ていただきました。いや、久しぶりのゴールでした。いかがでした？嬉しかったです。デビュー戦以来、2月8日以来です。点が取れなくても応援してくださった方々に感謝したいです。なかなか取れない間はどうでしょう、不安もありましたか？まあ不安も少しありました。決めた瞬間どんな気持ちでした？やっと決まったって感じです。さあそしていよいよこれからアテネです。アテネ向けてサポーターが応援しています。一言お願いします。36年ぶりのメダル獲得に向けて全力で頑張るので応援よろしくお願いします。平山選手のゴールで決めてください。ありがとうございました。ありがとうございました。平山選手でした。放送席、放送席、続きまして山本昌邦監督です。今日は4人のフォワードが決めての快勝でした。そうですね、まあ、ここまで、点が取れなかったんで、まあ、いい形で、アテネの方に迎えるんじゃないかなと思います、はい、故障から戻ってきた松井選手、今野選手もいいプレーを見せたんじゃないですか？そうですね、もう全員が今コンディションが上がってきてるんで、ドイツに入ってさらにね、コンビネーションを、まあ、小野も入ってきますんで仕上げて、アテネの本番に、ね、向かいたいと思います。今日の相手仮想パラグアイという話もありました、まあ、走行試合最後の決戦、いいシミュレーションになりました。そうですね、相手もいくつかポジションを変更しながら、やってくれたんで我々もそれに対応しながらね、いい崩しができたんじゃないかと思います。まあ、いずれにしてもこれからが本番なんで気を引き締めて頑張っていきたいと思います。この後国立では走行セレモニーもありますが、テレビの前のサポーターも応援を続けています。一言お願いします。はい、まあ、36年間ね追い続けた夢をみんなの期待を込めて、アテネでその先を目指したいというふうに思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。山本昌邦監督でした。いや、監督も本当に充実した表情、そして満員のサポーターの前で結果を出しました。さあこの後はテレビをご覧の皆さんお待ちください。一緒に解説席のセルジオさんも一緒に、はい、オリンピック男女代表走行セレモニーを見届けましょう。最高の結果、この最終走行会、最終走行戦でこの大久保嘉人、平山翔太、さらには高松、田中達也、すべての役者が決めました。これは左下に出ています、アジアカップ2004、明日準々決勝を迎える兄貴分、日本フル代表にも大きな勇気を与えたことでしょう。まあ、これは日本のサッカーの歴史の一つですね。走行試合で男女が揃えて素晴らしい試合やってくれて勝つっていうのは、ね、僕は初めて見ましたね。先ほど女子は
大和なでしこジャパン3対0今映っています。こちらも結果を出しました。そして男子オリンピック代表は4対0という大勝。その中でこれから、あ、今映っています。さあ小泉総理がこれから激励のメッセージということになるんでしょうか。皆さんぜひお聞きください。今日はこの会場に来たみんなは興奮してると思います。はい、素晴らしい試合でした。今小泉総理から男女オリンピック代表、今激励の握手が送られています。さあ男子女子日本オリンピック代表、いよいよ旅立ちの時を迎えます。セルジオさん、はい、一言旅立つ男女オリンピック代表にエールをお願いします。そうですね、ゴールを意識するということと、やっぱり悩んでる時にやっぱり勝ちに行くということが一番いい薬だということはね、今日の試合を教えてくれたじゃないかなと思いますね。森池さん、はい、森池さんも送る言葉、男女ともにどうでしょう。自信持ってメダル狙いましょう。そうですね、いや今小泉総理が最後大久保嘉人、そして次々と激励の握手。小泉総理も今日はもう本当に男女ともに男子の試合4対0の大勝堪能したことでしょう。まあ、振り返れば男子は3月、女子は4月、この国立でアジアの壁を乗り越えてオリンピックの切符を手に入れました。さあ泣いても笑ってもいよいよ本番です。大久保嘉人、そして平山颯太、今日結果を出しました。自信を胸にいざアテネへと向かいます。画面はトゥーリオ、そして田中達也、放送席解説はセルジオ越後さん、そしてピッチ解説は堀池武美さんでした。大きなご声援をありがとうございました。そして今上田監督のメッセージが続いています。ありがとうございました。ありがとうございました。さあアテネで最高の笑顔を期待しましょう。頑張れ日本。この放送は嬉しいを次々と、キリンビール、キリンビバレッジ、コナミ、三井住友ビザカードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。